どうも、キス正解、今田です。おい、どうした？どうぞどうぞ。どうした？サマー陰キャだな、お前というわけでですね、今回今田ラビの都市伝説シリーズでございますというわけでですね、令和のミスター都市伝説ミスター関を呼んでいます。あーおーどうもあー、先生どうも。いや、ミスター関、インドアのエース本誌だ。本誌じゃないかな今回の都市伝説は10年間土だけを食べて脳腫瘍が消えた女性が存在するのね。というわけでですね、今回はその土だけを食べた女性について触れていきたいと思います。リトアニアに住むスタニスラバ・モンストビレネという70歳の女性は10年もの間近所の森の洞窟のような場所で取れる土以外を口にしていないよね。仲良くなれそうお前はヘドロだろそして土の成分は詳しくはわからないけれども粘土質の良質な土だというね。そして彼女の長年の経験から土の食べ方にもこだわりがあるようで土を食べ物や水などの他の食べ物とは一切混ぜないらしく混ぜると気分が悪くなってしまうらしいよね。やっぱり球児のね、汗と涙の結晶だから甲子園かもそして彼女が土を食べ始めたのは重度の脳腫瘍が発見されたことがきっかけだった。彼女はヘモグロビンのレベルも通常の5倍以上とされ医者からも長くは生きられないと宣告された。そんな時突如彼女は土食というアイデアが浮かび、さすがに最初はむせたらしいけれども徐々に慣れていったらしいよね。すると奇跡的に体調が回復してきた。今ではほとんど医者にかかっていないらしいけれども彼女を診察したことがある医師によると体調は極めて良好らしいよね。また彼女のように別のインド人男性は10歳の頃から石や土、レンガを食べ始め現在では1日 1.3 キロほどのレンガや土を毎日食べているらしい。サラサラの砂もうまいからおすすめ経験者は勝ったそして彼の母親は彼に普通の食事を食べるように普通の料理を彼に作っても一切母親の手料理を口にしようとせず石や土を食べ続けているらしい。まあ生命の源だからね。やっぱりそうですよ。この2人の男女のように亜鉛や鉄分不足によって土を食べるようになる土食症という特に妊娠した女性に多く見られる病があり、若い女性が妊娠時に土食症を示すことはアフリカ、アメリカ、インドをはじめ広く世界的に知られていて、土壁をかじったり地面の土を食べた事例は古くから報告されてる。グランドに集合するのかな土食部かお前そして土食の文化は海外だけではなく日本でもアイヌ民族はユリの根と一緒に土を煮込んで食べていたと言われてる。ああ、土鍋その通りだな人々が昔から土を口にするのは土壌にはマグネシウム、ナトリウム、カルシウム、鉄分などのミネラルが含まれているからだとされてる。また塩も古来より生命の源として親しまれてきた。現在は医学的に塩分の取りすぎは健康に害を及ぼし脳梗塞、脳卒中などの病を引き起こすと言われており減塩というものが世間に広がっているんだよ。実はこれを広めたのは GHQ であり1954年、 GHQ のダール博士が東北地方と九州地方で塩の摂取と高血圧の因果関係を調査し高血圧の発症は塩の取りすぎが原因だと決めつけたのね。こらダールしかし本来塩とは人間にとって生命の源であり仮に摂取しすぎたとしても自然由来のものであれば勝手に排泄されるんだ。ただスーパーの安い塩はダメだよ。あら、毒ですね、うん、そして江戸時代には塩抜きという刑罰があったほどで罰せられた人はみるみる衰弱し生気が感じられないまでに衰えたと言われてる。また青森県は塩分の摂取量が多いにもかかわらず高血圧や脳卒中の発症例が唯一東北地方で少ない県。彼らはリンゴをよく食べリンゴには多くのカリウムを含みそれがナトリウムと対をなし過剰に摂取した分を体外へ排出し毒素を体から抜いているのよ。消化酵素ほとんどは塩分でできてるからね。ああ、これは陰謀ですね、うん、ちょっとね、理解がわかんないからね。ああ、なるほどね。しかし我々の細胞を回復させる塩は現在は精製塩や食卓塩と呼ばれる塩化ナトリウムに変えられている。本当の塩と呼べるものは天然海水塩で彼ら GHQ は減塩が健康に良いと謳い日本人から塩を抜き日本人の粘り強い精神力を奪い減塩により徐々に我々の体は衰退し病を発症していたのよ。ベロンベロン舐めろ逆に死ぬだろそれはそう、今現在常識とされるものを一度疑った方がいい。いい、え、某馬塩とかダメだからね。言っちまってんの